ちょっと袴欲しいから、ちょっとお前は今日俺に付き合え。フォーチュンクッキー、なんだそれ。任天堂アカウント俺持ってないから連携できねえ。動物にお菓子渡そう。誰か欲しいやついる？足りない材料の代わりにリーフチケットを使って。いいね。ちょっとじゃあ、もう、背に腹は変えられんということで、ちょっと僕やっちゃいます。すぐ作れるんでしょ、一枚で。で、これをやることによって、リベートが返ってくるわけですよね。これで、しずえチャレンジがクリアされて、で、10枚手に入るんですよね。1枚を生贄に捧げて。で、次、動物6にしてみよう。動物な、6にできるやついるかな。バザーの出し方もよくわかんねえから、バザーでどうやって出すの？しずえチャレンジ、ちょっと、フォーチュンクッキー、木漏れ日広場で売ってる。ちょっと食いてえな。なんだ、エテコ、サルマね。今俺、着物のためにめっちゃ必死になってるから。お、ハリネズミくん。お、久しぶり。フォーチュンクッキー食いたいんですよ。恋するフォーチュンクッキー。んー、ちょっと、兄貴、ちょっと、フォーチュンクッキー食いたいっす、僕。ああ、買い取ってください。何これ。ちょっといっぱいあるやつあるから、どうしようかな。これ金になるだけか。それじゃダメなのよ。それじゃダメなんすよ。お、タヌキチー。まさか貴様がフォーチュンクッキーを売ってるのか。お、つぶきち。つぶきちとか初めて見た。フォーチュンクッキー、買いたいっす。ん？フォーチュンクッキーを食べよう。あ、原付き。全然わかんねえんだけど。これ、つぶきちクッキーと何か違うの？つぶきちクッキーをとりあえず食うてみるか。何これ？これフォーチュンクッキー？これフォーチュンクッキーね。よしよしよし。あと動物にお菓子を渡そう。誰か、ジョニーが帰ってこないといけない、どこから。で、衣服を5回クラフトして受け取ろう。無理だ。で、キャンパーレベル13にしてキャンプ場着せ替えしよう。撮影した写真をマイフォトに登録しよう。フレンドを作ろう。フレンド5人作ろう。で、羊毛木漏れ日広場で帽子を買ってみよう。服や帽子を買ってみよう。これか。いやいや、買いたいんすよ。すいません、僕買いたいんすよ。おお。ああ、ここクラフトっすか。いや、ちょっと袴欲しいんすよ、袴。ちょっとお手頃な袴ないっすか。あんじゃん。なくはない。でも僕この期間限定のやつ欲しいんすよ。どうしたらいい？期間限定、いつもあと14日、あと2週間か。ログボで足りるんじゃない？あと15枚か。あれ？ちょっとペリオに金取られちゃったじゃん。ちょっと リッキーのとこ僕行きますよ、自分で。なんで貴様に俺が頼らなきゃいけないの？